松ヶ崎一万町、松崎つむなが大正十年二月三日は、明治時代に活躍した日本の建築家、ドイツスタイルの建築を得意とした。家族、安政五年十月十三日、道場区下、筒見明町の次男として、京都二階町に生まれる、関路寺勝長の養子、養命は円マロ、弟に亀井コレアキがいる、公明天皇の地語だったため、 慶応三年十月、その遺装により、道場に劣せられ、翌十一月に松崎家を創設した。明治二年には三十国三人淵を賜った。明治四年十二月、岩倉施設団に加わり、ドイツに渡り、明治十六年から二年間、ヘルマン・エンデのもと、ベルリン工科大学で建築学を学んだ。明治十七年七月、男爵を賜り、同年十二月、 被告明治18年4月に皇居造営事務局御用係、同19年に内閣臨時建築局工事部長として官庁集中計画に携わり、留学の経験を活かし、ドイツから建築家のエンデとト・ビルヘルム・ベックマンを招聘するとともに職人たちのドイツ留学を手助けした。明治19年3月15日、辰野金吾、河井広志造。 妻木より中と共に作り科学会の創立委員となり、設立に貢献した。なお、作り科学会創立委員会は、同年3月20日に、松崎邸で開催された。明治26年3月、裁判所から資産分散の宣告を受け、同29年10月22日、借位を返上した。借位の返上は、経済的な理由と考えられる。 明治34年5月に仙台に転居し、仙台の77銀行本店の設計などにも当たった。明治40年、台湾総督府鉄道局に勤務するため、日本を離れ、キールン駅や新築駅などの建築に当たった。大正10年2月3日、東京府で死去。次男参上の史上あり。ありがとうございます。